燃え上がる炎の音に耳を澄まし、どうなりたいの？土と語らう陶芸家青木亮太さん37歳。創作の舞台は美濃焼の聖地岐阜県土岐市。世界中で見て陶芸の中心って僕はこの美濃だと思ってて、連日豊かな自然の中で陶芸と向き合っています。僕365年くらい毎日好きなことやってるから。これまでに国内外で170回以上の個展を開催、受賞経験もあまた。今陶芸界で最も注目を集める一人です。その作品は一見焼き物には見えません。ガラスのようにも金属のようにも見える不思議な質感、独自の滑らかな曲線。最も人気が高いのはワイングラス、一脚8万円以上と高価ですが、制作が追いつかず数ヶ月待ち。今まで存在しなかった新しい自分が欲しいものを作らなきゃいけないと思って、あの村上隆さんを発掘した現代アートの目利きも注目しています。新しいギラギラした感じってあるじゃない、戦国時代とかさ、そういう感じの新奇な感じ。この春青木さんは念願の巻釜を手に入れました。陶芸と心中中です。心中中ですか？心中中です。本当に陶芸との心中から生まれる作品とは、彼が刻む新たな一歩に密着します。NEC プレゼンツクロスロード。岐阜県南部に位置する土岐市、食器の生産量日本一を誇る美濃焼のふるさとです。市街地から離れた場所にある青木さんの工房。簡素なこの建物、元は馬小屋だったとか。午前8時、工房にやってきた青木さん。こっち取材用の靴。取材用でもないですけど、最近これ気に入って履いてるんですけど、カーマの靴。498円だそれ。まずかけるのが BGM、 それもヒップホップ。そしてろくろと向き合います。耳にはピアス、そして黒のターバン。一日の大半この工房にこもります。ろくろを回す合間を縫って焼き上がった作品のチェック。陶芸用の電気釜を開けると、きた、色も形もとりどりの作品が完成していました。これはめっちゃ綺麗ですね。けどこれカメラ映り込んじゃうかもしれない。大丈夫ですか。はい。この道に入って13年、陶芸の常識を打ち破る独自の色や質感を持つ作品は全て電気窯で焼き上げられてきました。100度まで1時間、200度まで30分とか、なんかその通りこう電気を送り込んでくれる。毎日炊きまくってます。青木作品の秘密がもう一つあるそうです。物々しいマスク。すごいマスクですね。もうこれ粉が入って、なんていうか肺に溜まるんですよ。その危険な粉で何を始めるのでしょうか。実はこれ陶磁器の表面を覆う釉薬と呼ばれるコーティング剤。青木さんは100分の1グラム単位で複数の釉薬の調合を行い、オリジナルの釉薬を作っているのです。最初陶芸始めた時にこの釉薬はめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、それで研究を始めたんですよ。これまでに試した調合は
なんと10万通りを超えるといいます。そのデータが独自の色や質感作りに生かされているのです。水で溶いた釉薬をつけているのはテストピースと呼ばれる土の板。こんな地味な作業誰もやってないですよ本当山のようにありますね、テストピースは。このテストピースを焼いて釉薬による色や質感の変化をチェック。どの作品にどの釉薬を使うべきなのか、テストピースの焼き上がりを見ながら決めていきます。釉薬の原料をちょっとずつ 0.1g ずつ変えていくと、もうここはあんま変わんないんですけど、この瞬間急にザラッとする瞬間とかあるんですよ。まあほとんど一緒にしか見えないですけどね、これは。こうした10万通り以上のデータと電気釜によって、独特の美しい色合いとツルツルピカピカの質感が生み出されるのです。青木さんの自宅は工房から自転車で5分、古い一軒家を借りて一人住まい。あぜ道ですよ、こう。今は陶芸さえできればいいという青木さん。この道に進んだきっかけはふとしたことでした。大学時代、将来を決めかね、洋服やアクセサリー作り、美容室でのアルバイトなど様々な職業を模索。そんなある日、フラッと入った雑貨店で一つの器と出会ったのです。器はこれですね。僕の一番好きな、一番最初に買った器はこれです。そう、雑貨屋さんにたまたまこの法曹先生の作品を見つけて、ちょっと陶芸やってみようかなと思って。手のひらに収まるほどの小さな器に引きつけられた青木さん、いつしか自らも作ってみたいと思うようになりました。そして陶芸の研修校の門を叩くや、ひたむきに取り組み、卒業後時市に工房を構えたのです。今年5月、どこかへ車で出かける青木さん。そこは工房から車で5分ほどの山あい。おはようございます。よろしくお願いします。一角に鎮座していたのは大きな釜。これまで電気釜を使っていた青木さんにとって初めての薪釜です。こんな大きいと思いませんでしょ、もう作ってて。これもう工場の釜かと思ってた。薪釜は長年の夢だったといいます。電気釜もずっとやってたんですよ。いろんなテストピースを何万種類も焼いて、でその基本ができたら、それを次にこういう何が起こるか分かんない釜に入れたら、また基本ができたからもっと面白いのができるんじゃないかなっていうのはずっと昔からありました。初めての薪釜で青木さんは美濃焼の伝統的な茶碗を焼いてみることにしました。そしてあのテストピースも、薪釜で釉薬がどう変化するのか、徹底的なデータ収集が青木流。まあ、分かんないんで、はい、全部がテストですね。初めての薪釜、それは陶芸家青木亮太にとって未知の世界への挑戦です。お披露目ということで大切な人たちを招いていました。デビュー以来作品を扱ってくれているギャラリーの方々です。じゃあみんなでうまく咲けるように乾杯しましょう。よろしくお願いします。乾杯。そしていよいよ火入れ。釜炊きはこれから4日間にわたって行われます。ワクワクだけじゃなくドキドキさせてくれる作家さんなんでね、扱う中でお家の中でナンバーワンです。確かにこう先駆者というか切り込み隊長というかね、何でもこうガッと最初にやってくれる。浜さん、これ何のスープ？
縄文スープ塩だけで味しました。この晴れの日に腕を振るってくれたのは親友のシェフ浜田紀之さん。フランスの権威ある料理コンクールで優勝を果たした名料理人。レストランの器は全て青木さんの作品。高みを目指す名優でありライバルでもあります。昔を知りながらも新たなことをしようとしてるんで、僕はその料理界で同じそういうことをしたいし、青木さんは陶芸界でそういうことをしたいと思ってるなと思って。浜さんこれめっちゃうまい。うまい。うん。巻き釜の火入れから5日後、釜出しの日を迎えました。よしやるか。おお、あれはあれなのか。まずはテストピースを取り出します。金色が出てる。青木さんにとっては全てが宝の山。それが2個あるだけでも十分ですもんね。溶けてねえな。釜のどの位置でどんな風に茶碗が焼けたのかつぶさにメモしていきます。これ良さそう。思いのほかうまく焼けていた美濃焼の茶碗。これもいいですね。中でも青木さんが注目したのがこの器。シノっていうの焼き物で、この赤みがこう出てることによって深みが出るんですよ。土の鉄分が出てきてるっていう。こんなのを自分でも焼けると思わなかった。初めての巻き釜で最も焼き上がりが良かったのがシノと呼ばれる種類。美濃焼ならではの土と釉薬を使用しています。さらにデータ収集という観点でも大きな成果が。これを次回に生かすつもりです。6月巻き釜での2回目の釜炊きに向けて準備が始まりました。はい、土練りの順番ね。朝10キロ練れるか、まあ、難しい。午後5キロ2個でもいいし。今回も美濃焼に使われている伝統的な土を使います。まずは前回うまく焼けたシノの土から。再び茶碗を作るのかと思ったら、ずいぶん大きな作品に。実は青木さん1ヶ月後東京で開かれる個展に巻き釜作品で挑むつもりです。いいね。釉薬とその素材も400年前と一緒の伝統のもので、その形が僕もアレンジしてっていうサンプリングの技法は面白いんじゃないかなと思って。伝統のサンプリング、安土桃山時代から続く伝統的な志野の茶碗をもとに独自の形の器を作ろうと考えたのです。器の底の部分の仕上げ、貝殻を使って土肌をあえて毛羽立たせました。いいね。これ土の良さが出てる。これ石野の釉薬をかけるときっと合います。このザラッとした感じと。今度は何を作るのでしょう。あれれ、壊れてしまいました。意外にも青木さん気に入ったようです。その心は。土が僕の言うことと違う方向に行きたかったんですよ。ちょっとなんか内側に入りたいって言ってたから、やったら勝手にポキャッと荒れちゃったから、こいつが勝手になりたい形だからこれでいいんだと思って。青木さんはこれを失敗とはせず
焼き上げてみることにしました。できたやつからポコポコ持ってきて。2回目の窯焚きまでの1週間、青木さんはおよそ2トンもの土を使い、新たな形の作品を次々と生み出していきました。すごい作った。人生初。一つ一つの作品ごと最適と思う釉薬をかけていきます。シノの土で作った器には伝統的なシノの釉薬。あの崩れた作品には青木さんオリジナルのレモン色の釉薬を。土と釉薬の組み合わせはデータに基づいて緻密に。では釉薬のかけ方は。その土によっても違うし釉薬によっても違うし、やっぱりこうやってかけてほしいとかあるんですよ。荒々しくとか。明日はいよいよ火入れ。夜中まで準備に追われる青木さんでした。そして迎えた窯焚きの日。したんだぞ。電気釜とは異なり、投入する薪で火力と温度を調節する薪釜。最終的におよそ1200度まで温度を上げ、4日間かけて作品を焼き上げます。来た、900度。1時間ごとに窯の温度を記録。目指すは1200度の状態を最低3時間維持すること。土の鉄分が出てちょっと赤色が出てきたりとか、それを他もうちょっと狙おうかなと思って。どこだ。慣れない薪窯に対しても青木流の徹底的なデータ主義を貫くつもりです。3日目の夕方、尊敬する先輩が顔を出してくれました。ああ、だいぶいい感じになってる。1100度ぐらいかな今。小家良二さん。慣れない薪窯に挑む青木さんを気にかけて来てくれました。3年前から病気で声が出ません。じっくりと上がってるって感じ。へえ。経験が違うね。青木さんは小家さんが陶芸に打ち込む姿勢や生き方も尊敬しています。陶芸の枠を超え、現代アートの担い手として評価される伝説の匠と。小家さんが窯の火元に近づきました。何かを懸命に伝えようとしています。片方ずつ教えようとしているのは小家流の窯焚きの技。一気にやりたい。あ、酔わせるの。一気にじゃなくて。やってみようか。じゃあまず右だけでやってみようか。これまで温度管理ばかり気にかけていた青木さん。しかし小家さんは火の回り方も重要だというのです。あ、こんなことすんだ。攻めすぎだよこれ。これはやったことなかったな。しばらくすると煙突にうねるような大きな炎が上がりました。青木さんの方法では見られなかった現象です。あ、もう激しくなってるね。窯が勢いついてると思う。これもよく聞けた。電気釜とは異なり、薪釜では釜の状態を五感で敏感に感じ取りながら
炎を操っていかなければなりません。こいつはこっちのこのやり方が合ってる。まだ分からない。なんだ自信持ってた。小家さんの教え通り、釜の音に耳を澄ませます。静かになってきた。音の変化に対応して炎の様子を確認する青木さん。音や炎の大きさで薪を投入するタイミングを測り、少しずつ釜の温度を上げていきます。それは青木さんにとって初めての自然の力との語らい。翌4日目の朝には目指す最高温度1200度まで上げることができました。午前11時、釜炊き終了。これだから焼き物っていうのかもしれないですね。陶芸のこと、そうですね。本当に焼いてるもの。自然との語らいから一体どんな作品が完成したのでしょう。いよいよ釜出しの日、作品はどう焼き上がったでしょうか。これ焼けてそうだね。薪窯で焼き上げた作品の数々、これまでのツルツルピカピカの作品とは大きく違って見えます。これ石のいい感じに焼けてるな。窯の奥に積み上げられていたのは志野の土と釉薬で作った器。かなりいいですよ。これ赤くなってるじゃないですか。これ火色が出てるっていうんですね。で今回すっごいじっくり焼いたんで、この火色がバチッと出てて雰囲気が出てますね。データに頼らず五感で挑む薪窯の作品は予想以上の仕上がりでした。土を練るとこからもう焼くとこまでもうずっと自然を感じてましたね。感じてたって思われるし、あとは自然の力を借りたっていう感じが今回強かったです。青木さんの個展初日、テーマは自然の力との共生。薪窯で学んだ自然との語らいからいくつもの斬新な作品が生まれました。途中で崩れてしまった土の器は崩壊という名の作品に。自信作志野では青木さん独特の滑らかな曲線が伝統の茶碗が持つ土の風合いと見事に調和。従来の作風とは異なる作品は訪れたファンを釘付けにしました。8月、青木さんの姿は工房の裏山にありました。これ持って帰ろうかな。陶芸は一生できるんですね。粘土掘ってこの木切っとけば、あの薪窯で陶芸と心中しようって決めたんで、心中中死ぬまで心中中です。新たな陶芸の美を追い求める青木亮太さんを応援します。